人が来て、踊ろうぜ。はい、はい。
改めましてお邪魔です、どうぞよろしく。いやー、本当に楽しいっすね。まあまずそうですね、まあ、こんなにね、4回生のライブに足を運んでくれた1回生、2回生、3回生の OB の方とか一般のね、方とかありがとうございます。一般の方でもいらっしゃるけど、今日は正午の愛人の木村くんが来てくれて、村おる？先そこら辺に。リフトイン。そうですね。ちょっとね、なんかね、ちょっと毎年ちょっと増えるってなんか、まあ、備えに盛り上がらんというか。確かに。毎年来たぞ。あ、うまい。去年は特に盛り上がってた。去年は特に盛り上がってた。次ぐらいに今日盛り上がってると思うんで、よかったですね。いやでも本当にそうですね、何だろう、飲み会もいっぱい来てくれるし、すごい嬉しいですね、できる話で。そうですね、まあなんかそのまあ1回生とか正直4回生とかようあんまりね関わる機会もなかったから、何が4回生にもなって楽器持って走ったりモッシュしたり、アホだよ。だって一番やばいからって思ってるかどうかもしれないんですけど、僕は思ってたんですけど、1回生とかまあまあね、けどね、本当に僕もイブサイとかで、イブサイというか何回か何人かに言ったことあると思うけど、1回生の時はそんなにサークルも好きでもなく、なんかなあなあでみたいな感じだったんですけど、それにね、4回生までというか3回生に至るまで続けたりとか、そういうのをしてたら、このね、多分みんな今1回生おる3年後に、おるコラム3年後にね、そのコラムがやる時に、あん時のあれは分かったわ、騒ぐもんがあるんだよね、4回生には4回生なりの。そうですね、分かるかなと思いますね。あと、そうこう MC ここだけやからちょっといっぱい喋ろうと思ってて、喋るか。そうですね、なんか毎年増えるって、まあそんなに違う、エモさがないかなみたいな。楽しいはあるけど、この文化いいね、ちょっとね、もうちょっとエモいっすね、ジローが特に。そう嬉しい。ちょっとそこで僕のエモスイッチがプチッと入ったので、あったんですよね、4年目にして発覚。そうですね、でまああんまり僕 MC とかあんまりこんなしんみりしたのとかあんまり下手くそなんですけど、そうですね、あとまあなんか名指しでありがとうとかちょっと恥ずかしいし、なんかそれ以外のやつ関係ないんけとか思うからあんまり好きじゃないですけど、ちょっと待ってね、こうやってみんな人前で話したり演奏したりするのっていうのは、まあ、大半の人が4回戦のうち最後だと思うんで、ちょっと僕も言いたいなと何点かあるんですけど、もちろんみんなに誰キレ泣いてんの全然泣いてん泣き虫やからな、泣き虫やから全然泣いちゃう。いやね、本当にまあ本当にね、これは1回生とかも含めて合宿とかイブサイでしかあんまり関われんかったけど、
本当にこの場にね出会えてっていうのは本当に何かの縁かなとか思うし、本当にね1回戦ももちろん2、3回戦かかってたし、サークルとしてすごい嬉しいですね。こうやってこう見守られて本当にありがとうございます。でもちろんそうやって OB さんとかもねし、もう全員やねんけど、何人かちょっと何人かというか、キリやねんけど、僕高校から軽音やってて、正直大学やる気なくて、遊びたいしバイトしていっぱい遊んでねしたかったんけど、だから軽音とか金かかるしね、なんか大したあれもないしないんかなとか思ってたから入らんとこうかなと思ったんですけど、僕大学入って最初にできた友達が桐山くんで、そうなんですよ。まあ、今となっては、ね、仲は別に大して良くないんだけど、で、ね、なんかそのね、学部一緒でいろいろね話す、キリはもう入学式でめちゃめちゃイケイケやって、もうクソドリモやったんで、キリやキリこいつに結構教えたら俺の大学生活は反対だと思って声かけて、まあちょっとねわばっと喋ってバイバイしたんですけど、とんがりの花見に行ったら桐山くんがいて、そうですね、ごめんね1回生ではちょっと興味ないかもしれんけど、ちょっと勘にしてやん。それでで、ねすごい入ろうやみたいな、俺も桐山もみたいな言われて入って、ね、楽しかったんで、本当にこの大学生活があったのは桐のおかげかなと思います。ありがとうございます。あとね、まあバジャオのメンバーはもうね全員やねんけど、特にあと今日でさっき俺演奏する機会とかって多分4回戦の大半が最後やと思うん で、僕高校からやってて高1時から最初のステージも村尾と出れて、最後も村尾と出れてありがとうございます。いやー、ちょっと長いな。まあね、はい、あとまあ、そうですね、もうね、4回、まあ、みんなね、あ、そうそう、やろうだったら、そう、下手し、もう一生会わん人とかおると思うし、そういう人にはね、大きくなって成長していっても、大学生活思い出した時に、ちょっとね、とんがりのことをね、思い出してくれたらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました、僕のターンでした。
baby。Hey!
疲れ様です。これにてね、僕らのライブ終わりです。今日一日ね、PA と照明師笠クローバーフのスタッフの方